あるね。サファイアくんのご飯が届きました。今回はヤフーで買いました。そうでしょ？じゃあ開けてみましょう。ラファ、ラファのご飯だよ。今回は動物病院でサファイアが食べていたこの泡玉を買いました。初めて買いました。これは多分300円ぐらいです。さあほら、わあ。あとは今まで食べていたズプリームの骨の方と、まだこれはあるんですけど、フルーツブレンドフレーバー、これはズプリームのこちらを小さいサイズを買いました。手で持って食べるけど小粒の方がさ、食べやすいもんね。そうでしょね。なんだろう、バラエティ強化、楽しみだね。サファ光っちゃってキラキラしちゃっちゃダメだね。サファね、今でもこれは食べてるので、あ、こっちはあれだ。結局サファはこれが好きだったんですよね。最初はこれはあまり食べないかもしれないって言われてたんですけど、実はこれがすごく好きで、これがなくなってしまったので、今日本製のなんだっけ、ピなんだっけ、なんとかピみたいなご飯を与えています。あとはこれを混ぜています。で、今回これはすごく美味しそうだったので、お菓子としてちょっと切ってケージに入れてみようかな。食べてみようか。サファ今普通のスーパーというかペットショップで買わなくてよかった。全然こっちの方がいい。いや、泡玉。もうこのまま多分乾燥したドライので。それってさ、普通は丸々で。もうこれはなんていうの、枝から取れてるんだけど、まずこの小さいのを、この小さいやつ見えないねを食べてもらいます。多分ね、食べた、家で食べたことないんで、さっきこれご飯だと気づいてない。かまい、おいしおし食べる、よしよし、頑張れ。よしよし食べてごらん。ドライフルーツみたい。あれ？食べない。食べないじゃん。逃げてる。え、嘘でしょ？大きいサイズ買わなくてよかった。逃げてる。なんで？結構怖がりなんですよね。サファ、なんでだろう。添加物とか入ってない、農薬とか使われてないって書いてあったんだけど。ん？今回はヤフーで割引があったので、すべてこれだいたい3000円ぐらいで買えたんですけど、7月のイベントで割引があったので、この1つがだいたい、まあ賞味期限が多分近いっていう、来年っていうのもあったんで、もしかしたらそれで安いのかもしれないんですけど、1袋だいたい1500円ぐらいでした。これもこれもで、だいたいこの量で4、5ヶ月もっと持つかな。11、12、1、2、3、4、5、6、半年ぐらいもしかしたら持つかもしれないですね。5ヶ月は持つかもしれない。で、この泡玉はこれで300円ぐらいだったんですけど、このもっとたくさん入ってるのを買おうかなって悩んで、結局食べてくれるかわからないのでこの小さいのにしました。でも300円でこんなにたくさん入ってるので、すごくこのお店は気に入りましたね。すごいよこの店。
へえ、なんかこういう風にこだわっているようです。食べないね、サバね。じゃあこれ、今じゃあ次はこれを食べてみましょうか。これはサバが大好きですね。普段サファイアくんが食べているものはこのズプリームの、先ほどのこのズプリームの大きいサイズ、アフリカングレーパレパル、パロットの絵が描いてある写真がついてるものです。これです。これこのサバ、これの最近は紫をすべて残してそれ以外は食べてくれます。結構これを気に入っていますね。えサバ、あ、全然小粒の方がいいよね。食べると散らかるから。これさ、大きいやつなんだけど、アフリカングレーパレット用、あのパロット用の、まあ大きい粒じゃない？でさ、手で持って食べるじゃん、これ。でもさ、手で持つとすごい散らかるじゃん。この小さい小型一個用のにしたの。直接食べれるように。手で持った方が楽しいのかな？パン食べる。あ、パン食べる。で、あとは、この、これはすごく安くて、あのサファがちょっと元気がなかった時にお菓子のつもりでスーパーで買いました。普通のなんて言うんだろう、鳥の餌ですね。あとはこれはこの間買ったキラピピです。キラピピは本当によく食べます。サファイアくんはこのキラピピが大好きで、あのすごくたくさん食べ過ぎちゃうほど食べるんですよね。キラピピこれは日本製です。あとは多分これも日本製かな、中国製で、あとのは多分アメリカ、そう、これはこれもあともう一つもアメリカ製です。キラピピは日本製ね、サバね。入れとこうね。サバ大好きね、キラピピ。じゃあさっきのこれ開けましょうか。サバこれ食べる ?1968 年に創業した。あ、すごい香り。いい香り。うん。美味しい。なんか、お芋みたいな味がします。ほら。うん。あ、お、なんかなんだろう。普通にさ、これ美味しいんだけど、コーンフレークにして食べてもいいよね。あのオートミール、オートなんていうんだっけ、あの茶色いさ長細いオート あるよね、コーンフレーク。あれよりも癖がない。これ人間食べていいのかな。何が入ってんの。これは人間が食べてもすごく美味しいです。もし食べても平気だったら、これ本当に牛乳というか、私は豆乳なんですけど、豆乳につけて食べたら本当美味しいんじゃないかな。あ、大豆ミールだって。コーンフラワー、大豆ミール、あとはいろんなビタミンとかサプリとか保存剤とか、いろんなパセリとか人参とか入ってますね。タンパク質どのぐらいなんだろう。
ビタミンとミネラルとあとはアミノ酸が入ってブレンドされているそうです。これほんと人間が食べても美味しい。鶏と一緒にこれ本当にコーンフレークというか朝食に人間も美味しいと思います。食べていいのかはわからないんですけど多分大丈夫。ちょっとさこれここに入れちゃおう、混ぜちゃおう。これ本当に美味しい。なんとなくさ着色料がついてない方がいい気がするよね。うん、